はいどうも、まことです。さて、今回はこちらになります。アンビリ AMTW01、はい、ワイヤレスイヤホンとなります。はい、こちらのイヤホンは耳を塞がないイヤホンとなっております。で、まあ前からちょっと気になってたので、今回購入してみました。ということで、今回はこちらを見ていきましょう。はい、それでは今回の動画もよろしくお願いします。はい、それでは早速見ていきましょう。はい、こちら充電ケースとなってます。ここにアンビで、裏、はい、ここに、USB Type C の差し込み口があります。で、この再生時間、この本体で、6時間で、ケース込みで、24時間持ちます。で、非常にコンパクトなイヤホンとなってます。で、中を開けると、はい、こんな感じになってます。非常にデザインもかっこいいワイヤレスイヤホンとなってます。で、中を取り出すと、はい、こんな形のイヤホンとなってます。これ片耳だけで、4.2g、 非常に小さいワイヤレスイヤホンとなってます。はい、非常に変わったイヤホンです。では早速つけてみたいと思います。はい、今つけてみました。はい、とりあえずつけるとこんな感じになります。さて、どうでしょう。まあ、つけた感じ、あと、つけ心地の方は非常に軽いです。軽くて、まあ、耳塞いでないんで、非常に、まあ、圧迫感もないし、全然痛くもありません。これならね、長時間つけてても問題ないと思います。こんな感じになります。まあ、見た目、イヤホンっぽくなく、おしゃれな、まあ、アクセサリーをつけてるみたいな感じになってます。はい、ということで、今回は、こちらアンビリの耳を塞がないイヤホン、このタイプのイヤホンを購入してみました。さて、どうでしょう。はい、まあ、非常にコンパクトで使いやすいイヤホンだと思います。あとは見た目は変わってますけど、こんな感じで、でも非常に使いやすいイヤホンとなってます。はい、まあ、あとは耳塞いでないんで、まあ、外の音も十分聞こえて、あとは、まあ、音楽も普通に楽しめるイヤホンとなってます。はい、はい、とあとはこんな感じで耳に引っ掛けてるだけなので、まあ、圧迫感もなく、まあ、1日つけてても痛くならないんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ということで、まあ、このイヤホンも、これからは大事に使っていこうかなと思ってます。はい、まあ、気になった方は試してみてください。はい、
で、このイヤホン結構あの偽物とかが出回ってるみたいなので、購入する際は気をつけてください。はい、はい、ということで今回の動画は以上となります。それでは今回の動画良かったと思ってくれた方、高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。